どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってきたのはこちらということで、光源っていうですね、光源っていうね、はい、ということになるんですけど、自ら光を出す物体ということになります。はい、自ら光を出す物体ということになるんですね。はい、まあ、太陽や LED ということになります。自分から光を出す物体のことを光源ということになるんですね。はい、というわけで、頭ハゲてるおっさんとかですね、いや光源だとか言う人いるんですけど、いや違いますと自ら光ってる、ハゲたおっさんがいるんだったら、それは光源です。いいですか。なので、うわハゲが眩しいではなくて、太陽光線が、ハゲた頭に対して、反射しているので眩しく感じる。これが正しい答えですね。はい、ということなので、もしねハゲたおじさん、親父さんが、おじさんとかおじさん、親父さんがいたらですね、お父さん眩しいよとかいうふうに言われたらですね、アホ俺は光源やないぞと、お前何中学の1年生の理科で習っとるんやとな、光源は自ら光を出す物体やぞって、俺の頭は別に自ら光を出しとらんやろっていうふうなことを、まあ、きちんと教えてですね、まあ、そういうことやってたらめんどくさいおっさんになるんで、ちょっとやめときましょうか、はい、ということで、光源っては自ら光を出す物体だよということになります。で、もう一個覚えとかなきゃいけないのがこっち。太陽が地球にあります。太陽が地球っていう感じになるんですけど、ものすごく遠いですね。はい。まあ、地球から太陽を感じたらものすごく遠いということになるわけなんです。はい。まあ、これはどのくらい要するに遠いかということが想像ができないぐらい遠いということですね。はい。そういうふうな場合の光ってのはどういうふうになるかっていうと、全部平行線でやってくるよと。平行な光でどんどんやってくるよと。いう感じになってくるんですね。これがまあ要するに、まあ距離が遠くなればなるほど、平行線に光がなっちゃうよということになるわけです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。